おっす俺のザ・マサコちゅうわけでね、今日ね、相方の三浦がまだ来てなくて、これから来るんだけど、まあ、最初に言っとくと、今日はドッキリを仕掛けてやっつおう。おで、どんなドッキリかっちゅうと、今日はあいつにはタオパイパイになってもらって、で、タオパイパイが覚えてからみんなレッドリボン軍のブルー将軍のこめかみをベロで突き刺してピシッって殺したシーンあったろ。あれを再現しようってそう伝えたんだ。で、ブルー将軍の顔ももう作ってきたよ。じゃーん、な、よくできてったろ。で、ここにこうやって穴開けてんだけど、ここにあいつがベロを突き刺すと。で、そのタオパイパイのシーンを再現しようと思うんだけど、普通にやっても面白くねえから、ちょっとね、こちら、じゃーん、ハバネロサース、こいつをこのこめかみの部分に塗りたくって、で、あいつがベロを突き刺した時に耐えられっかっつ、そういうドッキリをちょっとやっていこうと思う。で、まぁ、ちょっとね、もうすでに若っか、もう赤くなった、これさっき一回ちょっと塗ってみたんだよ、どんなもんかな。相当にえがきつかったから、今もう改めてね、もう一回バッチシ塗ってるから、ちょっと待ってよ。いや、これね、ハバネロ、これがタバスコの一個上、まあ、タバスコの壁を越えたタバスコっていうのかな、タバスコ2らしいんだけど、その上もあったらしいんだよ、タバスコ3みたいな。もう10倍ぐらいの辛さのスコーピオンソースっていうのは、そっちはね、さすがにね、もう心配になっちまうから、ほら、あいつね、あんまり得意じゃねえの、カレーのロケの時もそんなに得意じゃねえから、うわっ、いや、だからこれでも相当カレーと思うんだよ。これでとりあえずやっていこうと思う。ね、本当はね、デスソースとかああいうんでもね、いいかなと思ったんだけど、やっぱね、ちょっとね、そこは、うわっ、ちょっと、うわっ、ちょっと待って、これ、うわっ、ちょっと待ってよ、持ってけっかな、これ、ここにこう入れて、うわっ、もうこれでいいだろ、これ、うわうわうわ、ちょっと待って、待って、やばい、垂れる、はい、もうこれでいい、これでいいな、これで、はい、ね。見えるか、はい、こんだけ塗っときゃいいだろ。で、これもうちょっと赤くてバレっから、色が。で、この周りをなんか赤いペンとかで塗って血みてえにしとって、バラ、ごまかしとくから。で、なんとかベロ突き刺した時の反応を見ておこうかなと思って。じゃあみんな絶対見てくるな。あなたが世界一の殺し屋と言われるタオパイパイね。サイン欲しいか。おお、あなたが世界一なら私は宇宙一の殺し屋だわ。お前など手も足も使わずこのベロだけで倒してみせるわい。それは楽しみね。ひょーよっちゅゆっあはっ、何これ、かわっ、もう終わりなの、私はまだ死んでないわよ。いや、ちょっと待って待って、何これ、本当にいや、汗やばっ、かわっ何これ
え、ちょ、よだれ止まらん、本当に。私のこめかみはハバネロでできているのよ。ハバネロなのこれ。私の血液はハバネロなの。いつまでブルーソングやってんだよ。辛っ。牛乳でも飲む。牛乳でも飲む。牛乳あんの。いや、ちょっと辛っ、やばっ。あなたのために牛乳を用意してあげたのよ。いや、ちょっと待ってくれ。いや、いいよ、ブルーショー。辛っ。焦った。いや、違う、俺なんかさ、いや、血みたいなのを一応細工してるみたいなこと言ってたから、あの、人体に害を及ぼすなんか、やばいやつを舌で舐めちゃったと思って。だからあなたが、いや、ブルーショー。いや、おかしいと思ってた。いや、その映らないから。何が？野沢さんの格好する人ないんじゃないって言ってて、なんかそ、天然でさ、はい、あなたそういうのあるから、あ、そっかみたいな、それやんなくてよかったのかみたいな。でだからあなたがこれに近づかないようにずっとしてたのよ。いや、しかも今近づかせなかったでしょ。うん、ずっとそれまでずっとここを隠してたでしょ。カラちゃん、待って、本当にやばっ。何これ、え、もらっていいの。いいわよ。これは大丈夫よ、あなた。これ大丈夫なのよ。大丈夫よ。私を信じなさい。甘っ。牛乳甘っ。甘っ。甘っ。これ普通の牛乳よ、これは。いや、多分これは普通の牛乳よな。いや、多分そのハバネロの練乳みたいな味がするの。そう、甘っ。ということで、いや、何これ、え、何撮ってたの、え、最初のドッキリ大失敗ね。失敗じゃねえか。大失敗よ。成功だろ、こんなの。これはあなたのよいしょーチャンネルの方であげるわ。いやいや、もったいない。いいよ、アイデンティーチャンネルで。こんなものあげられないわ。いせっかくこんな用意したのに。こんなもの、こんな大失敗あげられないわ。こんなのいっぱいだ。大成功だろ、こんなの。まだ痛いからね、ベロ。マジで。辛さが足りなかったよね。